はい、皆さんこんにちは。オットーの沙織とオットーのメリーです。はい、ということで、オットーの最近また新しく入っていたローランドの FP の 30X というキーボードがあります。で、まあ、入ってきてからなんやかんや1ヶ月ぐらいちょっと経っちゃって、ショート動画もしくはリール動画とかでね、はい、はい、ご紹介はしてましたけど、深掘りした動画がなかったので、今日はちょっとねゆっくりめに、はい、時間とって動画作っていきたいと思います。はい、ということで、本格的なタッチとサウンドで、はい、そしてコンパクトっていうところがもうこのキーボードの一番売りというかね、はい、ポイントのところなんですけれども、一番最初にね外寸を説明させていただきたいと思います。幅がですね1300、はい、幅が1300になりますね、はい、で奥行きが 344mm、うん、という感じで、高さが 931mm ということなので、まあ、10センチ以内という感じですかね、はい、うん、ちょっと厚みはあるけど、まあでもそこまで気にならない、はい、うん、まあ、机の上とかローテーブルの上に置いて弾いていただくっていうのも可能かなと思います。でこれはちょっと今ね別売りのスタンドでオットーの、ね、スタンドをちょっと使ってますけれども、はい、ASC70 というのもありますので、そちらもぜひ見ていただけると嬉しいです、はい、で質量がですね、譜面立てこちらも含めてですね 14.8kg、そして、別売り専用スタンドとかペダルとかいろいろ含めていただいた場合は、まあ、23キロぐらいの重さになります、はい、ということで、まあ、コンパクトですよね。ですね、うん、かなり、まあ、持ち運びっていうのもできると思うし、まあ、お家の中のいろんなところに、置いて使っていただくっていうのが可能かなと、はい、思うわけです。鍵盤なんですけれども PHAスタンダード鍵盤、エスケープメント付き、はい、そして象牙調ということなので、ちょっと質感とかもね見てもらいましょうかね。はい、はい、ちょっとこれこのカメラで見えるかな、わかんないですけど、まあ象牙調のこういうなんかこう少しこうシワというかね、溝みたいな、ほんと細かい溝みたいなのがついてます。まあこれがまあいわゆるそのアコースティックピアノで象牙の鍵盤って昔はよく使われてたんですけど、まあ今はいろんなね動物の保護の観点で NG になってます。でもこの象牙調のものってやっぱりねすごくね指にこうしっかり馴染んでくれるのですごく弾きやすいです。で早いパッセージとかでも指の滑りがないので、でも滑りがないって言ってもキュッてなるわけじゃなくて、すごくナチュラルに吸い付いてくれるのですごく弾きやすい鍵盤となっております。ピアノ音はですねスーパーナチュラルピアノ音源、そして最大同時発音数も256ということで、これスペック的には全然もうね問題ないところですよね、はい、どんだけピアノのペダルかけてダンパーペダルかけて、ね、音をレイヤーしてもらっても全然心配ないと思います。そして音色は全体内蔵音色が321音色ということで、フロントパネル、ここからですね選択可能な音色というのが56音色になるんですけれども、これがローランドピアノアプリケーションの方ですからね、そちらから選択してもらうと321音色使えるようになりますので、まあ、タブレットなりでねアプリとつないでいただいてやっていただくとローランドのサウンドがもっとより楽しめるぞという形になります。そしてスピーカーもねこれ内蔵されてるんですけれども、スピーカーは12センチのものが2つ、定格出力が 11W×2 になりますので、かなり音量としても満足いただける音になるかなと思います。そしてもちろん Bluetooth もついてるんで Bluetooth もペアリングしてお使いください。ということでこんな感じがね今ねザザッとスペックでお話ししていきました。音色とかを一緒に楽しんでいただけたらなと思います。じゃあちょっとここねクローズアップしていただいてですね、すごくねシンプルなんですよ、ね、これさっきいじってたらなんか青と白と赤、青と白と赤の国旗といえば、青と白と赤、うん、
今オリンピックをやってるパリ、そうパリというかフランスだな。なんかね、青と白と赤に光って、おすごいフランス国旗だってさっき思ったんですけど、まあちょっとまあそれはね置いといて、まあ、今2024年のオリンピック真っ最中のお話なので、はい、はい、そんなところですね。で、かなりあのシンプルに分かりやすく作られてます。でボリュームに関してはですね、こっちにこう押していただくと大きくなっていく感じですね。で、ちっちゃくしたいときはこっちをちょっとね長めに押してあげるといいですかね。パパって押しちゃうと、うん、あんまり感知しなかったりするので。でここにファンクションがあります。でファンクションでいろいろ音の切り替えなんかをしていけたりしますね。機能を使うのはファンクションです。そして、ここにトーンということで、ピアノ、エレクトリックピアノ、アザーという、まず3つのくくりがあります。ちょっとじゃあザザッと音鳴らしてみましょうかね。まず最初ね、ピアノの音で、これをですね、ここにね、鍵盤のところに数字がちょっとね割り振られてるのが見えますでしょうか。長押しして、少しずつ音色今ね変わってってます。でエレクトリックピアノ、もうオルガンみたいな感じね。でこうなんかリードが強い感じ、パイプ系、うん、なんかちっちゃい感じのオルガンみたいな感じでね切り替えができてきます。アザーはなんか豊かなお手サウンドみたいなのが入ってましたね。おお、さすが。あ、ボイス系の。あ、なんか可愛い感じですね。こんな感じでね、切り替えていけます。はい。また、あと、まあ、そのピアノの練習とかで使うかもしれないです。メトロノーム、ここにあります。で、これもすっごい簡単。ファースト、スローって書いてあるんで、まあ、早くしたかったら、長押ししていただくと、早くなってく。で、ゆっくりにしたいときは、スロー長押し。で、こんな感じで、すぐ使えます。で、ここのね、すぐ近くにあるの。これ録音多分使うこと多いと思うので、まあちょっとやってみますね。まずここの丸ボタン押すと、ほら、こんな感じに光っていきます。で、ここの再生プラス、ここの停止ボタンのところですね。で、これ一回押すと録音スタートします。で、クリックがあるので、4カウント聞いて、こんな感じですね。今メトロノームのね、あのスピードが結構速かったから、ちょっとクリックも速くなっちゃった。で再生ボタンで、うん、こんな感じでね入ります。よし、OK。あ、そうだ。あと面白いのが、ここのトーンのダブル押ししていただくと、音がね。デュアルになってます。だからこれも例えばこんな感じでいろんな音と組み合わせられますね。でデュアルの時はここ2つ光るようになるので、あ、これでデュアルになってるなっていうのが確認できると思います。そしてスプリット、スプリットをやるとここのミドルのこの胴ぐらいから違う音色にできるので、まあこんなこととかもできますね。かなり音どうですか、今めいちゃん聞いて。めちゃくちゃ綺麗ですね、うんうんうん、すごく
音がすっごい綺麗ですね。あのピアノ音ももちろんだけど、やっぱりローランドさんのこのシンセサイザーってすっごい音源をやっぱりすっごく持ってらっしゃるので、なんかそのメソッドがすごい入ってる気がします。で、まあそれを本当にあのもっともっとより楽しんでいただきたいときはアプリケーションにつないでもらって、もっとね数多く音色楽しんでいただくこともできますし、今弾いててやっぱり思うのが、あの鍵盤の程よい、まあ、ちょっとね人にもよりますけど、あんまりね軽すぎないと思います。弾き心地がしっかりしてるので、ちゃんとこう奥まで押し込める感じもあるし、かといって軽すぎないんで、ちょっと弱い音とか柔らかい音を出したい時の半分ぐらいの押し方っていうのもかなり感知して音を出してくれてますね。本当にクラシック弾きたい方もポップス弾きたい方もジャズ弾きたい方も本当に幅広く本格的なサウンドと本格的なタッチ感で使っていただけると思います。で、しかもすごいコンパクトだし、お値段もね、わりかしコンパクトですよね。そうで、最初の1台にしていただくとかね、あのもう1台欲しいんだよなみたいな方とかにもすごくおすすめです。そしてポータビリティ性もかなり高いので、あの持ち運びするもの、うん、またライブに持っていくもの、うん、そんな感じでキーボードで愛用していただければいいなと思います。ということで、めいちゃん見た目的にどうですか？そうですね、うん、すごいスタイリッシュで、うんうん、見た目もかっこよくて、うん、1台あるだけなんか、まあ、かっこいいってそうねなる、うんうん、いいのかなと思いますし、はい、当のウェブショップでもセット販売をしてるので、うん、どんなセット？この FP30X はもちろん、はい、スタンドですね、はい、当のスタンドと、はい、オットオリジナル椅子、うん、とヘッドホンと、うん、が3冊。なるほど。もうこれは本当にピアノこれから始めていただくぞとかっていう方にはもう、はい、もうでこい超おすすめです、ね、超おすすめセットなのではい、はい、そうですね。なのでオットのウェブショップをチェックしていただけるとすごく嬉しいです、はい、そこにこの楽器の詳細もかなり詳しく載ってますので、はい、はい、ぜひぜひご覧いただけたらと思います。ということで今日はローランドの FP30X のご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。